すごいですね。植物の繁殖力が今最大限に達している感じです。これがね、またマランタちゃんかな、ちょっと変わり種なんですけど、結局ね一度も使わず、今ね棚から出したんですけど、ここにあったんですよね。横に広がるからですね、レンタルで使いにくいというですね、これはやっぱいろいろ考えて買わないといけないですけど、ここに水をね、換水装置をつけてたんで、ここにね夏の暑い間バーッと手入れして置いてたんですけど、このね環境が良すぎて成長しすぎてまた使いづらくなってね、中に結構飽和状態になってたんで、小鉢が最近ないないというかですね、ちょっとお手入れをしようかなと思いますがこんな状態まあこれはこれでねすんごいいいんですけど、こんなのを置けるところってレンタル屋さんもあんまないですね。いいね、どうしましょう、カットしますか、こんな状態で、こういう風になっちゃうからね、ちょっとここをお手入れして使える小鉢をね作りたいと思います。いい感じに育ってても、こう環境良くしてないとね形が悪くなるんで、今週はずっと暑かったからですね、今日はそしてねずっと朝から大雨なんですよ。なのでかなり蒸してまして、いなくなったと思った蚊がすんごいいる。涼しくなってきたからこういうハウスでの撮影もやりやすいかなと思ってたんですけど、10月中旬まだまだ蚊が大量発生。オリゼルランもやっぱ鉢がねちっちゃい方がいいですね。大きすぎると蒸れてね、よくねカールするやつね。色味をつけたいからストロマンテ買ってるんですけどね、結構傷んで帰ってくるからないないと思ってましたが、たくさんあるもんです。フロリダ、
しなくなって、これ草だ。自動換水で安心しきってたら水が当たってないですね。ルシア。いい形ね。できました。
下の方が真っ白になってきてる。大変そう。はい、こちらのスペースね、夏の間空いてたんで、今度はね、あっちからお手入れしたやつをね、こちらに移していきたいと思います。現役ですぐ使えそうなね、小鉢たちをこちらの方にお手入れをして移していきたいと。こうやったらね、探しやすいから使ってくれると思います。はい、もうね、やっぱ手前の方から使っていくんですよね。はい、スペースを確保して見やすくしないと、レンタルとしてもですね、しっかり使ってあげれないんで、この下の棚の方にね、いろんなところから小鉢を引きずり出して、お手入れしてここに置いてすぐ使えるようにしたいと思います。まあ、年末差し掛かってきたから、スピードも大事だからですね、選んでる時間っていうのも結構、ね、仕事の妨げに、ね、あとは効率化につながってきますんで、やっていきたいと思います。このような千葉手入れもお楽しみください。それではまた、バイバイ。